西もすぐさま反撃に出ます。この回先頭の5番柿見、いい当たり、右中間真ん中だ、破った、柿見は二塁へ行く、ライトが二塁へ回避、滑り込んだ、二塁だ。続く6番大本、詰まったのが幸い、三塁でストップ、大本もヒット、バッター7番のセンター森川、センターへ大きな当たりだ、一直線にバックする白木、落としてしまった、三塁ランナーの柿見が今ホームイン、一塁ランナーは三塁へ、バッターランナー二塁へ、1点を返しました。今治西、さらに8番柳瀬、三遊間4連打、同点に追いつく、セカンドランナーは三塁でストップ、キャプテンの大本が同点のホーム。そしてピッチャー福井の打席では、うん、後ろにこぼしている、三塁ランナーの森川がホームイン、逆転、今治西逆転、逆転に成功するとさらに猛打が爆発します。まずは1番篠宮、右中間へ落ちる、2番阿部、一二塁間割った、三番藤村、レフト大きい、四番高木、また四番の高木が打った、そして6番大本、ライトの右、タイムリーになった、また二人帰ってくる、これで8点目、このイニングだけでヒットが9本。1イニング最多安打の選抜記録にあと1本と迫る9安打の猛攻で今治西一挙8点を奪います。その後も順調に得点を重ね11対2とし、6回6番大本の打席、打球はセンターの頭上へ、これがこの試合チーム7本目の二塁打となり、1試合チーム最多二塁打の選抜タイ記録を作ります。そしてさらに7回には4番高木、さあ今度は高木の打球、レフトオーバー、二塁打でなるとこれが選抜新記録です。この試合チーム8本目となる二塁打でなんと選抜新記録を樹立します。